はい、どうもこんばんは。今日はねプロレスの話です。明日2月11日は新日本プロレスのビッグマッチ、2.11 大阪ありますけれども、楽しみでしょうがないね。第6試合の IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、チャレンジャー田口、チャンピオン石森ということでね、この前哨戦が面白いなと思いましたね。あのキーポンジャーニーね、田口選手っていうのは非常にこの新日本プロレスにおいては重要な選手だと思うんですよね。まあ、真面目にやればちゃんとできるじゃないですか。だけどこう笑いをメインに今その楽しいプロレスを体現してるっていう存在、非常に大きい。石森選手はすごい体してますよね。もうバッキバキの体、まあ、田口選手は割とそのバキバキ系っていうよりはちょっとぽっちゃり系なので、その対比っていうのもあるし、で石森選手あのボーンソルジャーになってからそれでもやっぱりこういい人感出てますよね。まあ、そこがいいわけですけど、まあ、この戦いは石森選手が勝つでしょう。そして第7試合、スペシャルシングルマッチ岡田和親対バットラックファレ、これねちょっと予想が難しいなという感じなんですけど、これ個人的な予想として今年は岡田復活の1年っていうストーリーなのかなって考えてます。 1.4 で J に負けました。まあ、これ結構意外だったんですけど、J に負けましたと。で今回、ファレとやるという中で負けるんじゃないかなって思うんだよね。負けた上でしばらくちょっと不遇なね、な中でしばらくやっていき、 G1 で優勝してドームのメインに行くっていう、でそこのその G1 の中でファレとかさ、J ホワイトとかなぎ倒していくんじゃないかなっていう気がします。まあ、そういう個人的な予想なので、まあ、この戦いはファレが勝つと。そしてメインイベント IWGP ヘビー級選手権試合はチャンピオン棚橋博士にチャレンジャー J ホワイトということで、岡田と棚橋この2人がタッグを組んだっていうのも、まあ、J ホワイトのおかげでもあるし、なんかこう今の新日本プロレスにおいて非常に重要な役割を J が果たしているわけですけども、この戦いはね難しいな予想が。この対戦でいうと昨年の 1.4 でインターコンチをかけて戦ってますけれども、やっぱねあの時は棚橋選手のコンディションが全然良くなくて、まあ、動きにキレもないし、でなんかあのその J のあれ実質凱旋試合みたいな感じだったじゃないですか。それであの J がコーナーポストに登った時に棚橋がスルスルって避けていって会場から失笑が起きるっていうのも、でなんか噛み合ってなかったですよね。じゃあ今回どうかなっていうと、今回も棚橋選手正直コンディションは良くないじゃないですか。前哨戦の様子を見ていても、もうロープに振られた時の走れなさ、チャンピオンなんだけどそのやっぱ膝のあの痛々しさっていうのはね、休んでほしいなと思いますよね。だからストーリー的にはまあ棚橋選手が勝つのかなっていう感じだと思うんだけど、まあ、初防衛戦だしね。だけど個人的な願望で言うと、あえてねここは J に勝ってほしいなと思うんですよ。 J が勝ってもっとこうヒールとしての価値を高めてもらって、まあ、その格ももうちょっと上げてもらってですね、でその間に棚橋選手に休んでもらうと。 J ホワイトがチャンピオンになって、まあ、今後も勝ち続けるってなると一つ問題なのはマイクなんですよね。 J ってオーソドックスな技を割と使ってそんな飛ばないじゃないですか。まあ、非常にいいレスラーだなとは思うんですけども、あのマイクやり始めると急にシーンとするっていうね、英語で喋ってるからしょうがないんだけど、なんかこう盛り上がらないし、で J のね英語ちょっと聞き取りにくいんじゃないかなって個人的には思いました。その辺は外道選手にカバーしていただいてですね、まあなんとかそれだとなんとかなるかな。いやだから明日のメインは勝敗予想もそうだし今後の展開もそうだし難しい、まあ、だからこそ面白いんだけど、あとねこれ試合っていうか飯塚隆選手が引退されるじゃないですか。もう本当に新日本プロレスの功労者ですよ。であの飯塚さんといえば、まあ、アイアンフィンガーにちょっとこう強靭的な、キャラでやっておりますけれども、最後に天山選手との、タッグが復活するのか、もうここが楽しみでしょうがない。さあそして、これ明日の試合とは関係ないんですけども、去就が注目されていたケニー・オメガ選手 AEW に正式に、フルタイム契約でさらに副社長就任というのが発表されました。まあそうなったかと思いますけれども、まあ新天地でもね、頑張っていただきたいなと。で聞くところによると、その AEW でフルタイム契約したんだけど新日本にも
参戦できるっていう契約になっているようです。まあ、ただ、ね、いきなりこう行ってじゃあすぐ新日参戦だとはならないでしょうから、まあ、現実性としては微妙なんだけども、含みを持たせたっていうのはこの日本のそのケニーファンからしても大変嬉しいところなんじゃないでしょうか。 AEW のこの旗揚げ戦かなには東京女子プロレスの坂崎由香選手で、さらにアジャコング選手まで出るということで、その辺の日本人選手の挙手も注目されますね。新日本選手多いなと思ったら急にね、こういう大きな変化が出て、心配ではありますけれども、まあ多分いる残ってる選手がね盛り上げてくれるでしょう。まあ、そんなわけでね、プロレスの話またそのうちしたいと思います。